ごきげんよう。感動起爆剤研究所所長の宮崎三鷹です。今日は2023年8月の23日水曜日です。今日は感動起爆剤学校のシリーズを行っております。その第2弾、感動力というね、感動プロデューサー平野秀典さんの本の中からお送りしたいと思います。でこれはですね、エピソード3、初心忘るべからずの知られざる意味という中の小項目を送ってみたいと思うんですが、もったいないがラッキーワードというね、私は今表現する仕事を生業にしていますので、特に体が資本になります。演劇をやっていた頃はもちろんのこと、体のメンテナンスをサボると表現のコクとキレがなくなりますので、朝のランニングとストレッチ、筋トレを日課にしています。さすがですね、平野さんね。やっぱり確か平野さんのこう言いましたが、コクとキレがやっぱりありますね。で、腕を今からまた買ったの見てみようと思うんですけども、うん、そういうことがよくわかります。ランニングは距離ではなく時間で走ります。20分間はゆっくり走ります。ハートレートモニターというのをつけて、自分の脈拍を見ながら120から148の間で負荷とスピードを調整します。いや、細かいですね。ちょうど息が切れなくていい感じで走れます。走り終わってから演劇時代にやっていたダンスのストレッチを一通り、ダンスのストレッチなど何でしょうかね。私は今こう囲んだり、こう体にじったりするストレッチをさやっております。そして腹筋と腕立て伏せ、筋トレはマシンを使わない主義です。健康のためでもありますが、一番の目的は使えるものを最大限に使うためです。与えられたこの体を最大限有効利用する責任を果たすためです。自分の体をメンテナンスしないことで、お客さんの感じるはずだった感動を薄めてしまったらもったいないという感覚が、劇団時代から続いていますってね。怖いですよね。与えられたこの体を最大限有効利用する責任を果たすためです。私にとってこのもったいないというキーワードは、自分を表現するモチベーションが高まるラッキーワードになっています。もったいないというのは、いろんな使い方といろんな感じ方が、あるんですね。人が表現力を眠らして伝わるはずの言葉が伝わらないのを見ると、ああもったいないここでもったいないと思うし、できない理由を時間をかけて議論している人たちを見ると、なんてもったいないと思います。せっかくという言葉とセットで使うと効果抜群です。しおれ、せっかく生まれてきたのだから自分を最大限に表現しなきゃもったいない。せっかくやるのだから楽しまなければもったいない。せっかくあるのだから使わなければもったいない。ああ、そうか。そういう形でもったいないのね。ちょっともったいないの意味が違って広がって、体に入ってきました。アメリカの人気絵本作家、ターシャ・テューダーは言います。何かを持っているのにそれを楽しまないという方はありません。人生は短いのだから思う存分楽しまなければ。というのが今日の感動力の中のもったいないがキーワード。なるほど。はあ。私もチャンネル登録は増えるための力を使わないのはもったいないというのね。今日は体の中に叩き込んで、次のステップへまた進んでいきたいと思っております。チャンネル登録これもよろしくお願いしたいと思います。これお願いしないのはもったいないか。ごきげんよう。